前見ていただきましょう。それでオッケー、いけ、頼む、オッケー、来い。皆さんこんにちは、大谷チャンネルのマジカンです。おい、ということで今回は面白ガチャポンというのをね、引いてきました。今回引いたのは自由すぎる女神2というね、人気商品なんでしょうか、2が出てますんでね、今回はこのガチャをね、引いたんでこれを開封していきたいと思います。さあ、それでは一つ目開封いきます。何が出るかな。あのね、タイのガチャポンね、まあ日本のものなんだけど輸入してるせいかめっちゃ高いんですよ。日本で買った方がお得なのね。500円ぐらいかな、1個500円だよ。高くない？子供買えないよね、1個500円もしたのね。よいしょ。さあ、それではいきます。1つ目オープン、自由すぎる女神出てきました。さあ、それではこちらのね、種類一覧表があるんでね、これを初め見えた方がいいのか。あ、これ一番最後にしよう。一番最後に、あー、今回これが出なかったんだっていうね、そういうのをやりましょう、レミンでね。さあ、それではまず1つ目組み立ていきますぜ。はい、出てきた。部品は全部で4つです。まずはね、こちら腕かな、腕をここか、こっち側にはめて、顔はめーの、はまらないの、はまらないよ。はい、完成。じゃんじゃじゃーん、見てください、こちらの自由の女神、制汗スプレーしてるんですよ。スプレーを脇に噴射してる自由の女神になります。やっぱね、1800年ぐらいから経ってるからね、そろそろ脇も匂ってきますよね。それは仕方ない。だからね、ここらで一回ね、制汗スプレーするのは正解だと思います。ということで、1体目は制汗スプレーをする自由の女神です。さあ、2つ目の開封いってみましょう。次は一体どんな自由の女神が出てくるのかな。おいしょおいしょ、スペックポイッジャバーン、おー、飛び出してきた、きたきたきた、かぶってないです。さあ、それでは早速2体目組み立てていきたいと思います。さっきよりもね、土台がどっしりとした感じですね。さあ、いくぜ、ドーン。続いて頭こバラバラバラ、何ができるかな、何ができるかな、腕バシーン、わ、お茶持ってる。これだけ見るとなんか大仏みたいね。ここに顔をはめると、やっぱり自由の女神ちゃん、そりゃ疲れることもあるよね。だって100年以上経ってんだもん、ずっとね、あそこでね。そりゃたまには座ってね、これお茶飲みたくなりますよ。3つ目、今まで皆さん見てください、僕かぶってないですよ、髪引きしてますよ、ほいしょ。僕は持っている、こんなところでガブるような男じゃない、内藤という男にみんな期待してくれ。それだけで、ほいしょ、セーフ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 です、3体目セーフです。早速見ていきましょう。さあ、それでは組み立てていきましょう。やっぱ僕持ってるね。3つ目もかぶってませんよ、これ。すっごいね、腰が回ってるんですよ。はい、首からガシンと。さあ、これがどうなると思います、皆さん。腕、これつけますとね、見てください、わかるかな、これ見て、この中腰は名刺を渡してる自由の女神なんですよ。皆さん、こんな腰の低い自由の女神見たことありますか。普段はね、直立不動の自由の女神もね、やればできる子なんですよ。やればこんだけね、腰低くできるんですよ。さすがです。さあ、ということで、いよいよ最後の一つです。もっとやろうって話もあるかもしれない、だけど待ってくれ、みんな、僕はその時残金がなかったんだ。ありがとう。そうなんです、全然残機がなくて4回しか引けなかったの。さあ、これが最後のゴールになります。ただ俺はやっぱりね、持ってるから4つ全部ちゃんと被らないようにできてんだよ。神様がそういう風にね、ちゃんとやってくれてんだよ。だよね。いやいや、やってみましょう。その全部引いて出るまで引きますとかやりませんよ、僕。なんならそれじゃガチャポン師のね、職人の腕の見せ所がないから。ガチャポン職人っていうのは、その限られた回数の中でちゃんと被らずに出す、それこそがガチャポン職人です。さあ、その腕前見ていただきましょう。それでオッケー、さあ、ということで今回の自由すぎる女神の全種類見てみましょう。まずこれ、自由すぎて名刺交換をする女神、これゲットした。はい、そして出たよ、自由すぎて制汗する女神、これがね、2体出ちゃった。はい、次3体目、自由すぎて MC 女神、これめっちゃかっこいいじゃん。自由すぎてキャンギャル女神、キャンギャル女神、
これもいいね、セクシー女神で。そしてこれ最後が、これは出しましたね、僕自由すぎて温まる女神ということですね。今回は全5種類中3種類を引くことができました。ぜひね、みんな挑戦してオールコンプリート。僕は出なかったね、自由すぎて MC 女神、自由すぎてキャンキャン女神、引いたらね、コメントで教えてください。また面白いガチャがあったらどんどん引いていきたいと思います。それでは見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。おー、バイバイ。